明けましておめでとうございます。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、私ですね、妹がいます。昔ね、実家に住んでる時とかはカメラマンやってもらったりとかしてたんですよ。久しぶりに実家にこのお正月帰ります。僕そこでね、多分彼女完全に油断してると思うので、ドッキリを仕掛けたいと思います。よいしょー。で、僕の動画を見てくれてる多分みんなは分かると思うんですけど、ゴキブリが本当にダメなんですよ。妹はどうなのかっていう動画をね、そうやってやりたいと思います。はい、お願いします。趣旨は、僕が久しぶりに帰るんでお年玉やるよと。なるほど。で、この中にゴキブリのおもちゃだから僕はこれ入れれないんで入れてください。いや、本当にもう長く、この動画そこだけで尺終わっちゃうからそれはじゃあもうセカンド投げますんでで、ここにゴキブリのおもちゃ入れます。で、最初渡します。で、まあわかんないけどわーってなるか、え、何これ何これみたいになるか、あれはあれはごめんごめんごめんっつって、こっからかむんです。こっからもう一枚これ出してこっちなるから、もう一回ね。で、紙が入ってるんですよ。なるほど。で、あ、これこそ本物だなと思ってパッと開けたらゴキブリの写真。それでいこう。なるほどね。お、ちょっと仕掛け人の僕も頑張りどこす。ここはそうだね、本当にゴキブリ苦手なんでやってみようか。頑張ります。はい、とりあえず普通に、まあ人形ね、人形だけどおもちゃだからね。そうそうそう、大丈夫。はい、で、第2弾用ちょっと、あ、ちょっと勢いが、ちょっと待って、早く説明してよ、ほら。あ、なんだよ、早く。ちょっと長くなるから。お前だよ、長くなる、お前だよ。はい、今第2弾用にお札サイズに紙をカットしてそこにプリントしてあります。モザイクかかってます。ガチです、これ。これを第2弾で使いたいと思います。はい、必死です、僕も。はい、今ですね、実家に帰ってきております。今妹の部屋なんですけど、今下行ったから、今下戻ってきたら渡すから。わかんない。俺はその部屋か下か。え、さ、真ん中の部屋見た？見てない、まだ。じゃあ部屋全体にモザイク入れてくれるんだったら別にいいよ。それはめんどくさい。顔だけにさして。いいよ。じゃあこれがお年玉でございます。ください。はい、ありがとうございます。中身確認してください。なんかさ、絶対さ、いいもんねえいらない。あれ、平気。本当にやめろ、お前。バカ。ちょっとお前やめとけって。俺一応もう俺は無理だって。違う、え、嘘、それ想定外。君にそれをやられるのは俺想定外だから。お前もっとキャーってなるのと思って俺はやってるんだから。いや、平気なんだ君だって。まあ確か俺よりか平気なの。本当にやめろって。お前なんで妹にそれやられてんの。はい、じゃあ本物のお年玉ください。はい、ありがとうございます。それちゃんと確認して。ああ、ねえ、うわ、違う、本当にやめて。本当に違う、計画と違う。全然思ってたのと違うから、逆なの。ほら、そう、本当に嫌なやつだから逆やん。全然平気なのね。本物は無理。あ、おもちゃだったら平気なの。うわ、ちょっとなんで、うわ、俺の足元にいるじゃん。はい、本物。はい、長い。ねえ、何言ってんの。本当に。おおじゃねえ。おーじゃねえ。なんか膨れてるよ。なんかね。全部出しでしょ。全部出し。ねえ、いるじゃん。ちょっともう本当にもう部屋移しちゃったぞお前今ので。もう。はい、というわけで検証結果は余裕ってことでした。